おはようございます。ジレット申します。ドラゴンクエスト10の動画を今撮っております。今回やっていきますのはですね、あ、なんだ、もういつまでも喜んでないでほらはい、このバッドエンドのなんかチームやすげえな、バッドエンドの構成員って。バトエン使いのね、この人たちと戦っていくっていうことで、この奪われたバトエンと洞窟上も解放するためのね、バトエンストーリーっていうのがこのゲームあるんですけど、それをちょっとね、オフで、ね、この動画でやっていきたいと思います。まあ、いたいた。はじめね、まあ、10種類以上集めるとですね、このダックスって人を倒してこいということで、バトエンファイトで見て、構えてるでなんかすげえもうさ、見るからに構えてるも強そうだもんな。よし、じゃあバトエンで勝負しようぜ。あ、バトエン、少年時代の心で勝負や。お前からかつかりバトエンのオーラを感じるピヨ。ピヨ？ピヨじゃねえんだよな。バトエンファイターです。はい。我々は敵だったピヨ。バトエンと先人隊長。つまり何？バトエンの中で最弱ってことね。はい。よっしゃ、勝負や。バトエンで勝負しようぜ。オッケー。あ、かっこいい。何そのポーズ？かっこいい！行きましょう。お、なにバーサス、バッドインド選手たちのダックス。なにこのカットイン。いらないね、そんなカットイン。わざわざカットインを使うな。さあ、バッドインドこれ1対1の NPC の戦いってことだよね。あ、1対1だ。うわ、オフでやってた時はね、4人でやってたんだけど、生放送とかやった時は。1対1なんだね。星系、サイです。スライムナイト。で、スライムナイトなんで、こっちは今回。ちょっとね、ちゃん、なんか敵の情報が聞けたりするんで、このね、星になんか 10×2 とか、星への攻撃を持ってるやつがうまいこといければって話ですね。ただスライムナイトちょっとね、あれだね、火力ちょっと低いね。ギガスラッシュを引きたいね。そうするとサイズ早っ。10丸、あ、やべ、スライムナイト丸じゃん。あら、普通に強いじゃねえか。いけ、スライムナイト、ギガスラッシュ。ああ、いや、まあ早ぶさぎり20しか与えられないんだけどスライムナイト、ちょっとスライムナイトさんちょっと危ないですね、これちょっと頑張れ、スライムナイト。ギガスラッシュ打て、ギガスラッシュ。ギガスラッシュ打てれば勝てるよ。魔法カンタ、呪文を跳ね返す。呪文を跳ね返す、やばいな。一応控えにね、アモデウスってやつがいいんだけど、それがほとんど使えないね。ギガスラッシュ、あ、来た来たよ、ギガスラッシュ。行ってこい、ほら、スライムナイト、ギガスラッシュ打つ姿、想像できない。で、あとチェンジ回数は3。交代で20。20じゃ意味ないな。そうだね、20じゃ意味ないもんな。30だから、あと10ダメージ与えるの。サイズやばいな。あ、まあまあ、いい、やめ。無能サイレスやめろや。おい、魔法飛んで呪文封じられないからってさ、な大丈夫かな。あ、やばい、待って、はじめに負けていくスタイルはちょっと良くないね。それ良くないな、そのパターン。まあ、とりあえずスライム、まあ、サバヨロしかないよな。普通に攻撃で当てれば、って感じか。でもサイレス早いよ。結構苦戦するぞ、これ。まあ、運なところは、あ、これはミスだね。オッケー。さあ、サマヨロ、ここで無償で。無償突破しよう。ミスおーい、あ、まあ。攻撃、ここ無償突破しよう。いいわ、サマヨロ、無償突破ね。でも、その一発響いてくるよ。あ、来た、会心の劇、星70。いいよ、それがだい、星70があれば、だいぶでかいな。あれ？え、終わったんだけど。どういうこと？あれ？お前一体だけなの？デッキ組めや。一体で終わりかい。いや、これ、それ勝つやろ、3対1なんだから。いや、3対1なら勝てるだろう。ポットルバトム入ったら、いや、数で負けてんだよ、お前。はいはい、分かった。先人隊長でオイラを倒されたことで、史上最悪のバトルにしてる。何？史上最強最悪のバトルにしてる。お前最弱じゃねえか、つまり。分かった。取り返しがつく。はい。じゃあ、他のやつも倒してみるか。他のやつも倒しに行こっかな。はい、ダックスとかってね、相手1体だったから楽勝だったよ。レジェンズの希望も何もさ、お前ら多分勝てるよ。吹雪20個、あ、こういうのももらえんだ。あ、鳥系バトエンが解放されて、あ、そうなんだ、そういうのが解放されてくんだ。へぇ。ってことは、いずれなんかさ、悪魔系とか出るようになるのかね。あ、道具消しゴム、あ、これで増えたりするんだ。ありがたいね。で、バトエン制度が動き出すダックスの攻撃がいかがな。あ、
バトニオン15種類集めて、うわ、やべ、嫌な予感がする。あれ大丈夫かなこれ。報酬でね、なんとか15種類、報酬でギリギリ15種類乗ったんで、できるようになりました。よかったはい。バトエンが結ぶ。今なんかうまいこと言ってたね。悪魔系バトエンの使い手らラミーという女性がいるとの報告が入った。なるほどね。まあこれは、星タイプにしては大きな攻撃値も与えるバトエンもこの使う。ってことは、丸タイプ、ああ、なるほどね。じゃあそれでチーム構成していこうかな。呪文に強いバトエン？あれ俺知ってんな、なんか。そこそこ可愛いやついたわ。え、すげえ可愛いやん。ラミー、ナルがバトルの感じる気がします。うまい。めっちゃゆるいキャラでさ。ゆるいキャラだけど怖えな。思い切って聞いちゃおうかなって。何？キャラ変する？大丈夫？はっ！なるほどね。やっぱりあんたがあんたが、あんたのじゃ私のチック。やっぱキャラ変したわ。わかりやすいキャラ変だったわ。出た！バトルのカムだから最弱。お前言ってくれたな、ちゃんと。あのカスオたちがいい気になってんじゃないよ。あんたみたいな、正直男気取りの気持ちアホ面見る。すげえ言われんじゃん、あんら。ウキウキしてんのに。バットンでしてるの、ラミー。お前なんかちゃんとプリクラで撮ったみたいな映り方してんじゃねえか。めっちゃ笑顔じゃねえか。さあ、始まりましたよ。一つ目ピエロ。なんか呪文がうんたらカンタって言ってたんで、はぐれメタル連れてきました。見てくださいよ。絶対呪文効かなさそうな目してますよ。はぐれメタルやったれ。お前ならやれる。いけ。逃げ出したが怖いな。お前、逃げ出したら死にこうだぞ。素晴らしい、重厚じゃん。はい。来た。丸に20のダメージ。いいよ。普通に攻撃。オッケー。呪文は余裕でしょ。何これ。ちょっと待って、一つ目ペール、お前。待って、お前、一つ目ペールははぐれメタルでこれ完封じゃね？待って。今、一つ目ペールの技俺見たけどさ、あいつひでえぞ。いいよな、オッケー。まあまあまあいいでしょう。まあ、どうせ効かないけど、まあ、はぐれメタルだって絶対大丈夫じゃん。何これ。無駄、絶対。呪文なし無効なんで。無駄。いいよな、効かん。すげえ、はぐれメタルが頼もしいぞ。ってんで、早くやれや。メロがいいよ、だって。メロがいいよ、だって、あいつ。いやね、許さんは。生き耐えたとか言うね。これチェンジ攻撃でさ、確実に20入れて、チェンジアタック！これはでかい。やった！ほぼ無償突破じゃん。はぐれメタルは逃げ出したのだけが勘弁してほしい。あ、2台いるちゃんと。さすがに今回ばっかりは。クライマスバトル！これ大丈夫？どういう仕様だっけ？あ、大丈夫だよね。はぐれメタル貫通とかないよね。うわー、クデーモンだ！150、HP150 だよ、ねえ素晴らしい、3だけど、呪文もう一回右を振る。そうか、呪文ターンがあんのか。やばいな、悪伝。プリズニアたまにやってみる？ミャケでございます？いけ、ミャケ。ミャケちゃんいけ。いいよ、全然良くない。雑魚。こら、ミャケ。頑張れ、ミャケ。攻撃。まあ。呪文怖いな、何があんの？イオナズンとかやっぱあるよね、お前。嫌な予感がすんな。頑張れ、ミヤケちゃん。タイガークローとか打って。これ。来た。ライガークラッシュ。いいよ。それ強い。めっちゃ強いでます、来た。何それ、今の。いいよ、ライガークラッシュ、今の。最高。それ最高。もう一回出してこう。これ。あ、やばい、呪文来た。え、待って。うん、やばー。え、ヨグランテ、暴走ヨグランテとかあんじゃん。ちょっと待ってよ。悪伝やばいことしてんねん、お前。マジ？ミャケちゃん。来た！ライガークラッシュ！これは？あ、でもまだ20のこんな。いいよ。まあ、ここでやられるのはもう仕方ないわ。まあ、頑張った。さて、はぐれメタルの力というものを教えてやろうじゃないか、ハガ。アークデーモン。お前ははぐれ、待って。やだ。はぐれメタルマジでもう無能なんだけど。はぐれメタルが無能すぎるんだけど。どうすんの？ダイオウイカ、お前絶対なんかいける。ダイオウイカいけるぞ、お前。起きた！墨攻撃！強い！おー！
あ、終わった。2体なんだ。なんかどんどん増えてくんだね。次3体か。いよいよ。嫌な予感がする。バカな。この私まであんたに負けるっていうの？ザコのタックスが勝ったぐらいじゃ大したことないと思う。あんたはタラマじゃないってわけね。はいはい、わかりました。バットルにまだ、まあなんか君たち大体そういうことを言うんだよな。二人目のバトルしてるのが動き出してるはず。すげえ指さしてくるけど。さあ、20種類以上も揃えました。かなり無事にですけど。いやー、うまいこと運が開いててよかったわ。20種類以上だよ。君が純粋にバトルを楽しんでる姿を見ていると。俺ね、あのね、過去にはね、一人でね、バトルをコロコロ転がしてたんだよ。二つのバトルを持ってね、机の上でね、コロコロ転がしてたんですね、一人で。と、今回は何？丸タイプのバトル。もうそれだけになっちゃったね、いよいよ。そうか。ちょっとどんどん突破口が少なくなってくるね。